キャラクターコレクション。川白ニトリ。川白ニトリはカッパの妖怪です。いい儲け話は落ちてないかね。カッパといえば、鬼、天狗に次ぐメジャーな妖怪ですよね。川に引き込まれ、架空の臓器、シリコ玉を抜かれるなんて怖い伝承もありますが、その一方で橋などの土木工事を手伝ってくれたり、薬の製法を教えてくれたりと、人間に友好的な民話も多くあります。ニトリも人間のことを盟友と呼び、非常に友好的な妖怪です。一方で、臆病な上に人見知りも激しく、態度や口調もよく変わる、ちょっとキーな性格をしています。一人でいる時に近づくと逃げてしまうことが多いようです。ところで、幻想郷のカッパには、もう一つ大きな特徴があります。それは、手先が器用で道具製作に長けているということです。その技術力は人間では理解できないほど高度なもので、カッパが作った道具は幻想郷の中でも希少価値があります。人間も妖怪も、カッパの道具を求めてバザーに集まってくるほどとか。そんなカッパという種族の例に漏れず、ニトリも根っからのエンジニアです。ニトリの興味は新技術や開発実験が最優先。人工物を見るとバラバラにせずにはいられず、その後ちゃんと元通りに戻すという技術や気質でもあります。ニトリが背負うリュックや服のポケットにはそれらを可能にする工具、材料、燃料などの物質が詰まっています。うっかり転んだら大爆発しそうですね。初登場は東方風神録の三面。危険な妖怪の山に入ろうとする霊夢たちを止めようと立ちはだかります。はじめは高額迷彩スーツのテストのつもりでした。しかしそれが壊されるや否や、霊夢たちの力を確かめ、妖怪の山の入り口を開きました。ニトリなりに、妖怪の山の危機を察し、エンジニアらしい合理的な判断で霊夢たちを異変の現況へ向かわせたということです。どちらかといえば、解決側の考え方をする妖怪ですね。ただその後の登場作、東方地霊伝では、究極のエネルギーを手に入れるために、マリサを利用したり、東方蜃気楼では、アコギな敵屋を開いて、暴利を貪ったりとやりたい放題。口調もだんだん強気になっていきます。ハイテク技術で、殿様商売してるからですかね。そろそろ被害者の会とかが立ち上がって、疫病神と貧乏神あたりを差し向けるんじゃないですか？ニトリ逃げてー。メカニックの側面が強く、陰りがちですが、カッパの妖怪としての能力は、水を操るというもの。定期的に言われないと忘れるくらい影が薄いんですが、一応スペルカードは水系も多く存在します。陸では技術力、水中ではカッパの力で危険な妖怪ですが、そこはやはりカッパ。キュウリをあげれば大変ご機嫌ということで、川に近づくときはキュウリを忘れずに。